送中第62回ハンターと強欲のクイズをしてきます。お金付きだとは思わなかった。あしてるなおチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、なおチャンネルのなおです。皆様ね、9月10日の逃走中、見ました？第62回の逃走中はね、本当にお金まみれのね、本当、逃走中だったと思う。でね、逃走中トークやったじゃないですか。逃走中トークをやったその翌週はクイズをやりますよね。なので、今回ですね、逃走中第62回、ハンターと強欲のクイズをしていきます。たーい！そういうことでございます。やっぱりね、逃走中トークをした翌週はですね、逃走中クイズをするんでしょう。するんでしょうじゃなくて、するんです。第62回の逃走中はね、ほんとお金、お金、お金のね、逃走中だったので、クイズもどうしようかなーって思いました。今回のクイズもしかしたらクソ簡単かもしれない。でももしかしたら騙されるクイズもあるかもしれない。ではね、それでは早速ハンター姿になってやっていきましょう。ではそれでは行きましょう。レッツゴー！はい、ではハンター姿に変身しました。今回の逃走中クイズも5問でございまして、2問が選択式で3問が記述問題でございます。今回は簡単だったり騙される問題かもしんないよ。ではそれでいきましょう。第1問、一番最初に確保された逃走者は誰でしょうか。1番加納舞子さん、2番迫田沙織さん、3番加納栄子さん、4番モグライダーのともしげさん。さてどなたでしょうか。あ、そこまでみんな分かったかな。それでは正解を発表しましょう。正解は2番の迫田沙織さんじゃ。イエーイ。イエーイではねえか。いや俺さ、むちゃくちゃ驚いたよ。まさかアスリートが一番最初に捕まるなんて思ってなかったもん。俺がさ、一番最初にさ捕まると思ったのがさ、岡野さんかトロサーモンの久保田さんだったんだよな。まあ結果はよくね、賞金アポータン装置をね獲得したというね。みんな分かったかな。次は第2問、ミッション1の時赤のレバーを開けた逃走者は誰でしょうか。1番トロサーモンの久保田さん、2番松丸亮吾くん、3番 INI の西智弘くん、4番 INI の松田慎くん。さてどなたでしょうか。はい、そこまでみんな分かったかな。それでは正解を発表します。正解は3番の INI の西智弘くんでしょ。ったー、意外とね、西くんがね、お金好きだとは思わなかった。西くんはね、勇敢で、むちゃくちゃイケメンのね、逃走者だったとは思ったんだけど、やっぱり INI も、やっぱお金欲しいよね。でも西くん、あの赤のレバーをね、上げたのはいいんですけども、結果ね、南川さんがね、赤のレバーを下げてしまったんですよ。なのでね、賞金額、そんな上がらんかった。西くん、残念もね、また来年だね。みんな、わかったかな。次は第3問、久保田さんが賞金アップボタンを獲得して、賞金アップボタンを押している間に、その久保田さんのそばにいた逃走者は誰でしょうか。そこまでみんな分かったかな。では正解を発表していきましょう。正解は、加納栄子さんでした。加納栄子さんはさすがのベテランだよね。というかもう頭がめちゃめちゃ良かった。だってそうした方がさ、捕まる率はそんな高くないもんね。さすが加納栄子さん、次回も出てほしいな。みんな分かったかな。続いては第4問、ミッション3の時久保田さんは賞金アップボタンを押した、押してない、どっちでしょうか。そこまでみんな分かったかな。では正解を発表していきましょう。正解は押してないでしょ。イエーイ。今までの久保田さんだったらもう全然押してたと思うんだけど、やっぱりさ、人助けのためには久保田さんボタンは押しない。もうさすが優しさだなと思いました。その時だけやっぱり仲間思いだなって感じましたよ。そこでね、ボタン押しちゃったら多分 SNS むっちゃ荒れると思うで。久保田さん、今回の逃走中、かっこよかった。だから2度目の自主成立ができたんだと思う。みんな、分かったかな。いよいよラスト第5問。久保田さんが自主成立した目の前で確保された逃走者は誰でしょうか。
正解を発表しています。正解は南川さんでした。イエーイ。南川さんはね、久保田さんの近くにいたら大丈夫だろうと思ったんですけども、久保田さんがね、自習用の電話ボックスにたどり着いてね、賞金アップボタンを押しちゃったんですよ。で、その間にやっぱり見つかってしまって、でも逃げた先に自習用電話があって、その中に久保田さんがいて目の前で捕まってしまったわけなんですよ。これ今までの逃走中で初めてじゃない？自首した人の目の前で捕まるの。なのでね、クソもろかったんですよ。初めて見た光景だったから。南川さんがもしね、中に入って久保田さんがね、捕まるシチュエーションがあったら、もうむちゃくちゃおもろかったな。みんな、わかったかな？以上が第61回ハンターと強欲の王の逃走中クイズでした。みんなは何問答えられたかな？今回の逃走中クイズはね、もう使いどころがむちゃくちゃあった。なんせハンターと強欲の王だったから、もうお金まみれのね、クイズになっちゃったと思う。っていうか、ほとんどが多分久保田さんについてのクイズになっちゃったと思う。逃走中クイズじゃなくて、久保田クイズだね。久保田さん二度目の自主成立をしちゃったから、次回呼ばれるのかな？二度自主成立した逃走者って、大体次回呼ばれてないんだよね。次回の逃走中も金まみれだったら、もうすごいことになるね。俺ももし逃走中出たら、賞金アップボタン押してる。うへへへへ。そしてね、これ何度も言ってるんですけども、今年の12月31日まで、チャンネル登録者数1万人目指しておりますので、ぜひぜひ皆様チャンネル登録、コメント、高評価ボタンでさえよろしくお願いします。あとはね、拡散もよろしくお願いします。拡散はですね、僕の動画でいいのがあったら、その部分を切り抜いて、SNS で何でも構いません。ハッシュタグひらがなでなおチャンネルか、ハッシュタグ英語でなおチャンネルって書いていただいて、SNS 何でも構わないので、投稿とかね、拡散していただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。本当にね、みんなと一緒にね、1万人目指したいよ。ということで今回ですね、第61回ハンターと強欲の逃走中クイズやってました。最後までご覧になっていきあらす。以上のチャンネルのあとでした。またいつかお会いしましょう。 See you。 X でさ、次回準備中って書いてあったということは、近々放送されるんじゃないかな。もしかしたら10月の中旬に放送されてもいいんじゃないかな。皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you。